一応タイトルとしては、えっと、まあ、あの、通学さんからもらったんですけど、一応通学さんの内容と,ちょっと対応をつける形で、えっと、私からです、ね、えっと、AI とか LM を使って、まあ、R のパッケージ開発をするというところで、えっと、トークさせていただきます。でですね。え基本的には私も、まあ、自分で全部パッケージかければいいんですけども、やっぱり、 あの、英語できないとか、まあ、報道全部書けないとか、あの、コメント書けないとか、まあ、いろんな理由があって、やっぱなかなか途中で、あの、開発止まる場合もあると思うんですね。そういう時にやっぱ LMM って今使った方がいいんじゃないかというところ、まあ、基本的にはそういうスタンスです。で、まあ、全部、まあ、書ければいいんですけども、まあ、それはちょっと難しいのかなと。で、えっと で、今回ちょっと用意した、えっ、ー、と、アジェンダなんですけども、で、まあ、つさんのまあ話を私も最初聞いて、パッケージ作り始めたわけなんですけども、で、やっぱりその開発していると、やっぱりそのいろんな、あの、課題に直面したりっていうのがありますので、まあ、なんかそういう話からさせていただいて、じゃあ、まあ、R パッケージの流れと、LMM はどのあたりに使っていけばいいのかというのと、うん まあ、使用例ですね。えっと、ちょっとこれ古いんですけど、まあ、去年やったような使用例ですね。ちょっと話させていただいて。で、えっと、今回、まあ、9月版のちょっとアップデートも含めて、えっと、今、なんかどんな、えっと、まあ、LM、MM、のサービスがあって、なんか今回の、もし、パッカソンで開発するなら使えそうかというところです。で、えっと、後半なんですけども、先ほど、まあ、豊崎さんが言われたように、まあ、AI で、じゃあ、 パッケージ開発や、やるときに、あの、今の l m、MM、m で対話的にやってると、やっぱ限界があるわけで、やっぱそこを、まあ AI エージェントって言ったりするんですけども、まあそういうのが今、 いくつか自律的に動かせるような、えー、と AI のシステムができてきて、で、これはどういうのがあるのかというのの、まあ、現状、理解というのをまず最初やって、で、そこでそれを使って、マ、まあ、ラーパッケージ開発したらどこまでできそうかという話をですね、ちょっとさせていただければと思います。で、これに使うのはですね、オープンインタープリターっていうのも使うんですけども、実は去年もでもやってて、去年と今年で、まあ、モデルとかも良くなったので、 まあこのシステム自体も良くなったので、まあ、どれぐらいこう精度上がってるかっていうところをですね、お話できれたらと思います。で、ではまずですね、じゃあパッケージ開発にじゃあどういう,うにそう、まあどういう課題があるかっていうところ、まあそもそもすごい、まあパッケージ開発っていうのは、まあいろんなまあサポートツールがあるといえども、すごい、 あの、め、めんどくさくて難しいっていうのがそもそもあります <laughs>、ね。で、えっと、まあ、R のパッケージの、まあ、骨格で、まあ、最小単位でも、まあ、こんな5つぐらい、ま、これ、まあ、のは乗っけて、まあ、4つぐらいですね。あの、フォルダファイルありますし、この中に、まあ、R のフォルダの中には R の関数が、あの、それぞれ書かれているわけですし、で、ドキュメントもそれぞれ用意しないといけないと。で、 まあ、先ほどつ崎さんが触れたよにまあ、あの、最初はすごく R の書き方って,ってなんかシンプルでしたけど、なんかやっぱその R オキシゲンとかいろんな新しい記述方法が出てくるので、じゃあそれを勉強するっていうのもなかなか難しくなってくるので、やっぱなかなかこう難しいよねと。で、まあ代表的な課題としては、まあ、その、まあ R のパッケージを数、 関数のデザインとか実装。で、えっ、ー、と、まあ、今よく言われてるように、まあ、コードの可読性を上げたりとかですね、ドキュメントちゃんと作らないといけないとか、あとはまあ、エラーとか起こった時に、まあ、バグ対応しないといけないとか、なんかそういうのがもろもろあると、なかなかこう、ユーザーからディフェロップ、まあ、開発する側に行く時に、やっぱりこう、ハードルもありますし、なかなかここら辺が簡単じゃないと、 なかなかその、まあ、開発するメリット、ユーザーから開発側に行くメリットってあんまりない,、ね、と,いところなんですけども、まあそこ辺っていうのが、まあこれ去年言ってたことですけども、なんかまあ、LLMM を使うと、まあ積極的に活用すると、まあ大体このあたりっていうのは解決していくんじゃないんですかねっていうのを去年ぐらいから言ってました。 で、えっ、ー、と、R パッケージのまあ流れ、まが、流れイコール、基本的には LMM の活用シーンという形でまあ理解していただくんですけども、基本的にはまあ R のパッケージ、通崎さんの話を聞いて流れが分かると、基本的には LMM、そのまま、あの、まあ、例えば通崎さんが言ったことをそのまま LMM 打ち込めはできるので、まあ、それがイコール流れになるんですけども、もう一回こう、これ一回、 えっと、LMM でどういう流れがあるのかっていうのを聞いたら、まあ、これぐらいの、あの、パッケージの流れになると、まあ、細かく、すごく細かく分かれてますけども、まあ、最初、アイディア出しとか構想があって、まあ、パッケージの設計があって、 コードを書き始めて、まあ、なならな,らなと,でと。で、途中からまあドキュメンテーションとかチュートリアルを作るという形になりますが、まあ、こういうのはすごく複雑にやってみると結局すごくたくさんのステップがあるんですけども、まあ、そこを、まあ、大きく分けると、うん、まあ、この開発前の段階と実際にまあ関数書いて実装しているところ、で、ドキュメンテーションとかバグ取りとかっていう、で、あとはまあ、もし、 まあパッケージを論文化するとかなると、まあ、周辺論文調べたりとか、あの比較とかっていうのもありますので、まあ、そういう調査とかですね、なんかそういうところが結構、あのまあ、ここら辺のところがですね、LMM を使うとあの、まあ、サポーティブにできるんじゃないかなというところです、ねでえ。じゃあ 実際にまあパッケージ開発で使う前にですね、どういう形で使っていくかっていう。これまあ去年のすごいイントロダクション的な例ですけども、これは GPT4 が出た当初ぐらいで、じゃあこういう形でチャット GPT 使いましょうみたいな感じの動作なんですけども、バイオインフォマティックスの概念についてえと教えてくださいっていうと、 こういう感じで、まあチャット形式で出てくると。で、で、最初こういう、まあ UI 形式でしか使えなかったんですけども、まあ、その後結構、まあいろんな、まあこの OpenAI の GPT-4 とか、まあ他のモデルについても、まあ API がすごく充実してきたというところで、まあこういうチャット形式で使えてたのが、まあ API で使えるようにな、という形です。 で、あとはもう一個例になって、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、ドキュメンテーションをするときに、まあ、R-Oxygen-2 の、あの、形式で、えっ、ー、と、まあ、まあ、関数の説明を書くと、こういうようなですね、R の、まあ、今風の、まあ、関数定義に直してくれるみたいな、あの、機能がありますが、この R-Oxygen の文法自体が、結構ですね、やっぱ、 慣れると分かるんでしょうけども結構あのたくさん書かないといけないですし引数1個1個の説明とかもあの、まあなまあ、あの R やってるとなんかストリングとかそのなあの数値とかって定義するのも結構なん倒くさくなってくるので <laughs> パラメーターの設定とかっていうのを1個1個書くの結構大変だなと思ってしまいますよねなんかそういう時に、まあ、こういう、まあ、実際これを あの、実際手書きして、で、こっちに、あの、ま、RD の変、R だと RD のファイルに変換すると、こういう形で R で見えますけども、じゃあ、ここの ROCHQ2 のところですね、ここを LMM で書いてもらおうということになると、長いですけども、R のコードを引っつけて、で、上の方になんかプロンプト書いて、 このプロンプトも当時なかったような気がするんですけども、なんか R-Oxygen2 で、ファクションの名前はこれで、R、R-Oxygen2 の形式はこういう形で書いてくださいみたいな、R、R-Oxygen2 の説明をすると、それに応じて、この上の部分を書いてくれると。ちょっと見にくいですけど。 で、この上の部分を自分が書いた関数の上に貼り付けるみたいな。いうところで、この r シ次ン数の,の記述のところは、まあ、あ、これを見ながら直したら、なんとなく動かせるみたいなところまでできると。で、でえっ、ー、と、で、UI を使っていろいろこうやってるわけなんですけども、まあ、そもそもこれ、あの、結構、 いちいちプロンプトを打つのがめんどくさいとかってなってきたりとかですね。あとは、の普段使っているエディター上で使いたい。R だったら R スタジオで動かしたいとかってなると、やはり、まあそうですね、プロンプトが普通にやると冗長なので、えーと、なかなか使い勝手が悪いと。で先ほどの ROXIEN2 のプロンプトの部分も結構長いので、あんなにいちいち毎回コピーするとめんどくさいとか。 で、で、毎回その、で、誰かにじゃあこれやっとってって言ったときに、やっぱその再現性の問題がやっぱり、これは隙きまとってきて、結局ではユーザーがみんな同じプロンプトを打ってくれるかどうかっていう保証がないので、結局人によってできるできないがあるんじゃないかというところもある。それで、あとはまあ、ある程度完結しないっていう <laughs> とこですね。で、結局なんかいろんなツールを使ってしまうと、なんかまあ、 あ結構なんか反突になってしまうとうで、えっと、で、一つの例としては、まあ API を使うということを最近よく言ってるんですけどこういう機械学習、まあ LMM とか機械学習の API がすごく最近発達してきて、まあそういうのを使うことで、まあ R だったら r スタジオ上でそういうのを使えたりとか、他のエディター上でそういう API で LMM 使えたりとっていうことができています。 で、私はこの、これ、最初こう API R で使いたいっていうので、まあ他にもまあパッケージあったんですけども、一応 c h a t a i o r というパッケージを作りまして、えーとまあ、こういうクランのパッケージとして上げています。で、どうやって使っていくかという、これまあこれ、まあ一例なのでこれがいいよっていうわけじゃないんですけども、 まあ、こういう形で何かもうすでにプロンプトを仕込んであって、ちょっと早すぎる <laughs>。RStudio の場合は結構 UI が充実してますので、なんかアドインのところに、まあ、いろんな、あの、プロンプトをまあ使い分けて、えっと、まあ、これ出すと、R 関数の機能を、 探すみたいな <laughs>、あの、そういう実行ですね。で、これは、あの、入力は選択したところを入力にするみたいな、そういう関数を作れまして、で、でこういうパッケージが存在するかどうか調べる関数を調べたい場合、で、でそうすると、こういうユーティリスのファインドパッケージがありますとか、 で、あと、こういうエラーが出たときに、このエラーを調べたいってなると、まあ、どういうエラーなのかっていうのを、R 上で返してくれる。ちょっと時間かかります。なんか、まあ、そういうのが R 上でできたりします。で、これは結局、RStudio から、この場合は OpenAI の API を叩いて、その結果をコンソールに出しているという形です。 で、そうですね。で、えっ、ー、と、こういう形で、まあ、いろいろ。まあ、あの、RStudio のアドイン、アドインズっていうんですけども、こういう形で、まあ、RStudio の UI として、LM、MM、の機能を拡張できるみたいなことができます。で、これは一つ、えっ、ー、と、 R のパッケージというか、まあ、関数を作った時のあのデモなんですけども、まあ、こういうプロンプトがあって、えーとまあ、線形計画法で5科目分の時間割を作成したいという、で教員、教師は2名で3クラスあって、5日分です。で、というみたいな。で、最初に、えー、と要件定義を書いて、で まあ日本語化する、まあ、英出した方が、あの、まあ、当時は性能が良かったのと、で、日本語化するのは、えっと、DeepL の API を叩いてて、それを日本語化して、日本語を修正して、もう一回英語に直すみたいなことをやってます。で、最初に、えっと、最初、要件定義をして、で、これに対して、 まあこれ日本語訳してます。で、まあ、要件定義をして直し、これで良かったら、これに対して、えっ、ー、と、何かな、関数を作るみたいな、Create R Function みたいな実行すると、この選択した部分のをプロンプトにして、これで R 関数を作る。で、あ、で、これで R 関数できたので、 で、こう、なんか、ま、ちょっと、いらんとこできるので、いらんとこ消して、で、これに対して、えっ、ー、と、R-Oxygen2 のところかな、この R-Oxygen のところのディスクリプションを追加するみたいなところの関数を叩くと、この上に、R、R-Oxygen2 の、あの、<laughs> ディスクリプションが足されるみたいな感じですね。そういうのが、あの、R 上で完結してできるようになる。 ちょっと長いんですけども、ちょっと今これちょっと出なかったんですけど、一応やってることとしては、最初4行ぐらいプロンクトを用意して、で、一応、最初はまあアイディアをうもうちょっと膨らませて英語にするってところですね。で、要件定義して R 関数を作ってもらって、まあ、R オキシゲンの部分を付け足すみたいなそうん、が R 上でできるという,という形です、ね、で、えっ、ー、と、で、 でこれはまあ去年ぐらいまでのところで、で、実際まああの、実際まあテキスト、まあ LMU、MM、なんでテキスト入力して、まあテキストが出てきたりとかですね、テキストを入力して、まあコードが出てくるみたいなところで普通使うんですけども、やはり現状そんなにまだ精度が良くないので、まあやっぱり途中の,あの定義ですね、えっ、ー、と要件定義とかっていうのはやっぱり挟んだ方が良くて、 でも実際使えたとしてはテキストというテキストとかテキストというコーマコードじゃなくて一回要件定義はなんとなく挟んだ方があのまあ性能としては良くてで,で去年とかまだあんまできなかったんですねコードというコードを例えば R のコードを他のコードに翻訳するとか他のコードをまあ R のコードに変換するみたいなところも結局 あの、コードだけだと解釈が難しいので、まあちゃんとコメント行、注釈をつけて違うコードに変換したりとか、また一回要件定義入れて違うコードに変換するとかっていうので、あの、まあ LMM 通常この上のダイレクトに変換すると難しいところも、 多少は精度が良くなったりとかですね。で、現状はこういう形で、えー、と補っていかないといけないんだろうなというところで、先ほども一回、あの、プロンプトを要件定義してコードに直すとかっていう形で、えっ、ー、と、使ってます。はい、で、えっ、ー、と、で、ここえー、ところで、一応この上の2つぐらいが終わりまして、で、ちょっと今回ですね、あの、 じゃあ今回のパッカソンでどういうのが今使えるようになってるかっていう話ですね。それをさせていただきます。で、で、これが最近、えっと、いくつ、去年ぐらいからこういうのがあの出ていて、えっと、皆さんちょっと目,目にしたこともあるかもしれないんですけども、これが8月ぐらいにアップデートされまして、で、これ何かって言ったら、あの、まあ、生成 AI の あのサービス、これはウェブサービスなんですけども、ウェブサービスの、まあ、ユニークマンスリービジットですよね。えっと、要するに、まあ、一番よく使われているランキングの、一応、これが最新版なんですけども、これがウェブバージョンで、あとアプリバージョンがあって、で、と、で、合計100、100生成 i のランキングみたいなのがあります。で、こっちはウェブサービス版で、で、1位が、まあ、 当然今、チャット GTP で、で、えっ、ー、と、今、2位がなんかキャラクター AI ってやつですね。で、3位がパープレスシー。なんかこう、皆さん聞いたことあるんです、で4位が、えっと、クルードとかって形で、えっと、並んでいます。で、大体まあ、この、ここのリストにあるやつを、リストも結構毎回変わるので、まあ、ここにリスト載ってると、 あ皆さんよく使われているトレンドになったあのサービスを使ってるなという形になるんですけども。じゃあで、えっと、この中でまあ無償で使えて、えっと、ま、あの、すぐにアカウント登録して簡単に l m、MM、使えるっていうところで言うと、ま、このチャット GPT は、ま、今無料で何回か何ショットかできますし、えっと、 さっき3位か4位ぐらいになったあのク,ルクルードですね。これも最近、えー、となんか精度がいい、コーディング用途ではいいっていうような形言われてますね。で、えー、とこの上の2つが基本的にはこう、あの、開発元が提供しているようなサービスで、で、最近はなんか、まあ、まあ、プラットフォームとして、えー、と提供しているところがあって、これ、 以前、長田さんから教えてもらったんですけども、まあ、ポエ、e、っていうところ、まあ、こういうような、あの、サービスがあって、これは、あの、ま、モデルがマルチで、まあ、例えばラ、ラマとか、あの、クルードとかが使えるようなプラットフォームですね。あ、あと、あ、これミスってるね。あ、これ間違ってますけど、これ、スライダーっていうのが、あの、Chrome のプラグインで使える、 LMM ですね。ちょっと説明間違ってますけど、そうですね。これは、はい。で、あと、グロップっていうのがあって、えっ、ー、と、これは最近、なんかその、なんか LMM に特化したような、あの、まあ、計算ユニットみたいなのができてきて、で、これ、学習用途では使えないんですけども、こういう API で叩いたりする推論用途に特化して、あの、 GPU 使わなくてもあの計算できるみたいなやつで、でこれは GLOP っていう、そういう、LPU っていうみたいなんですけど、うん、LPU を提供している元が、リャマとか LMM を使えるようにしているという、うん、ところのサービスです、ね。で、最近なんか X でもこの GLOP っていうのが使えるようになったみたいあのなんかその GLOP を使った サービスをなんか X でも始めたとかっていうのをなんか最近みたいな気がします。で、あと、えっ、ー、と、AI の検索サービスっていうのも最近いくつか出てきて、で、これも結構使えるので、ちょっと軽く紹介させていただければと思います。で、えっ、ー、と、最初出たのが、まあ、この Google の Search Lab が出してる、まあ Google 検索してるときに、まあ簡単に検索の内容をまとめてくれるみたいな。 やつが、まあ、初期としてあったんですけども、あこれはまあ、それ、あの、まあ、なんか、毎回その検索時に表示されてるわけじゃなくて、なんか、時々ヒットすれば、あの、まとめられるみたいな感じですよね。で、えっ、ー、と、それよりもうちょっと特化した AI の検索サービスとしては、あの、有名どこれ言うと、このパープリスキシティっていうサービスですね。あと、最近結構、 私も使い勝手いいなと思ってるのは、このジェンスパークっていうのがありまして、これをですね、なんかあの、検索すると、検索した内容で、まあ、要はなんかブログ記事みたいなのを作ってくれて、まとめて見えるようにしてくれてで、これがスパークページというのは、なんかもう一つの、まあ、アーティクルになって読めるみたいな、そういうサービスですね。 が出てきてますので、なんかこういうのを検索して、検索ページを見に行かなくても検索ページをまとめてくれるようなサービスも出てますので、まあ検索するときはこういうのが使える。まあ、無料で使えますので、ジェンスパークですね。いいかなと思う。で、こういう形で、まだ、まだベータ版なんですけれども、こういう感じで、まあ、ハッカソンの歴史とその影響みたいな感じで、 まあ、検索ワードという、のハッカーさんの歴史はっていうので、検索したら、まあ、こういう形で、えー、とページが作成されるという感じです。で、作ったページは公開してみんなと共有することもできるみたいなので、まあ、なんかそういう、そういうサービスが今なら無料で使えるということですで、えー。で、じゃあ最後に、じゃあ今回、えっ、ー、と、まあ、あの、 で AI を使ってどこまでパッケージ開発ができそうなのかっていうのとまあ、現状をまあ今理解しつつ、じゃあ、これ一回やってみたっていう話をちょっと最後にえとさせていただきます。で、えっ、ー、と、まずですね、まあ、AI エージェントっていう言葉を、まあ、すでに皆さん、時聞かれたかもしれないんですけども、まあ、こちらを、まあ、簡単に、 説明しますと、ユーザーの代わりにタスクを自律的にというか、自律的に実行してくれるソフトウェアの、ソフトウェアというか、そういうシステムのことを指しているというよう理解しています。で、これを一つ、引用してるんですけども、これ引用してきているだけなんですけども、例えばユーザーが会議室を予約して、このエージェントに頼むと、このエージェントは ま、LMM で考えて、ま、いろんなファイルを読み込んだりとか、プログラム実行して、ま、アウトプットとして会議室を予約してくれるみたいな感じですね。で、このコーディングの場合は、あの、例えば、ま、ユーザーが R パッケージ作ってって言ったら、こいつは考えて、R パッケージのフォルダ作ったりとか、ファイル作ったりとか、ま、コード書いたりっていうのをしてくれて、えー、っていうのが、あの、コーディングの時の AI エージェントの、うん 使い方です、ね。じゃあ、これが、じゃあ、なんか、こんなこともう、もうできんのかと言われるとですね、あの、まあ、すでにですね、あの、いろんなパッケージが、あ,あの、出てまして、パッケージというか、まあ、ツール群が出てまして、で、これは、あの、まあ、GitHub でいくつかピックアップしたものになります。で、えー、っと、で、まあ、GitHub の、あの、結局、どれがいいかっていうのは、まあ、使ってみないとわからないので、 あの、使わずに分かる方向としては、まあ、スターの数であ、スターの数多かったら、あの、みんなす、これいいなと思って使ってんだろうということで、えっ、ー、と、スターの数で、えっ、ー、と、並べてます。で、えっ、ー、と、これ、すべてがこれ網羅されてるとは限らないんですけども、一応私が調べた中で多かったのが、このオート GPT っていうのが、えっ、ー、と、1万167系ぐらいスターがついてて、えっ、ー、と、 で、二番目に、えっ、ー、と、今日、今回紹介するオープンインタープリターっていうのは 52K ぐらいですね。5万ぐらいスターがついてるような、あの、ソフトウェアですね。で、これがじゃあ、どれぐらいの推しの数なのかというと、調べたら、その、ラングチェ a っていう、その LMM の、まあ、パーフェストパッケージですごい有名なやつがあるんですけども、これがすごいなと思ってて、これが 92K なんで、えっ、ー、と、これよりか高いのが、 オート GPT で、これはちょっと低いのが、このオープンインタープリーターということで、あの、いうソフトがありまして、他にもいくつかあって、で、えっ、ー、と、コードを書くので特化しますって書いてたのは、このオープンハンズとかですね、なんかそういうのが、あの、まあ、ソフトウェアディベロップメントに特化した、あの、エージェント機能ということで、えっ、ー、と、まあ、GitHub に公開されてるやつですね、で見つけてきました。で で、じゃあ今回このオープンインタープリ r e っていうのを使って、じゃあパッケージ、の R のパッケージを作ったっていう例をちょっと後で示させていただきます。で、えっ、ー、と、まずですね、このオープンインタープリ r e どんなソフトウェアなのかてちょっと簡単に紹介させていただきますと、で、これ、親切な GitHub にこれ日本語ページも作られているので、まあ、詳細はここを見ていただいたらいいんですけども、 まあやることは、まあ、LMM、まあ、自然言語で指示を与えて、LMM でコードを書いて、まあ、コマンド実行するツールですね。そのターミナルで動かせるツールですね。で、まあ、若干怖いのは、LMM でえっと指示を与えると、コマンドの操作を委ねるというこのツールに <laughs>。ですので、あの、ミスると変なことされるかもしれないですけども、一応、うまく動くとコードを書いてくれると <laughs>。 で、悪用されるともしかしたらなんか変なことされるかもしれないんですけども、一応そういうようなあものです。で、えっ、ー、と、ローカル環境に PIP でインストールして、えっ、ー、と、ターミナルで LMM を動かせるみたいな感じですね。で、GPT-4 を使う場合は API キーがいりますし、えっ、ー、と、一応ローカルでも動かせるようになってて、その場合はローカルの GPU、まあ、まあ、ビデオ、 の GPU を使って、この MISTRAL7B のモデルを、あの、軽量モデルを動かすようなものになっています。で、できることとしては、まあ、できることの一例としては、なんか写真の編集とか、ブラウザ操作とか、まあ、データセット、データセットのプロットとかクリーニングとか、分析とかって書かれてて、で、基本コマンドライン使うので、何でもできるとです。 コマンドでできることは大体できるっていうような理解ですね。で、ソフトウェアはもう足りなかった。入れてくれます。インストールだからしてくれ。るんです。で,で結構危ないので、危ない <laughs>。あのご想像通り全部やられると結構危ないので、と。まあ実行する前にえっと行動実行していいかっていうのを聞かれるという形になる。 で実はこの回でも、一回取り上げたことがありまして、去年の10月に一回、この,あのバイオパッカソンあ、バイパッカソンでもオープンインタープリターの紹介をしてまして、でこの時にちょっと簡単に、でこれ前回、だから1年ぐらい前にこれやったデモなんですけれども、これ、コマンド操作でやっていただいて。 くんですけども、普通に、ちょっとこれ邪だ。あの、インタープリッター -y で、えっと、その画面に、あの、インタープオープンインタープリッターを起動してもらって、こういう形でテキストを打つと、まあ、それに対して、あの、なんかこう、LMM の出動が返ってくると、で、 これ多分一部速なんですけども、去年の10月こんなに遅かったんやっていう形で、で、で、こういう形で、えっ、ー、と、R パッケージ読み込む。こんな形で読み込みますみたいな。で、コード実行します。で、これちょっと長いんでちょっと飛ばしますけど、で、こういう形でコードを書いてくれて、 で、これを実行してくださいっていうと、で、これのインストールが走り出して、で、えっ、ー、と、まだこれ飛ば、長い、これちょっと遅くて長いに飛ばしますけど、で、最後プロットしてくれて、えっ、ー、と、一応、か、R プロットとかで、えっ、ー、と、PNG の画像を作ってくれて、横から出てくるかな。 ちょっと切れてるかもしれないですけど、今プロットができて、えっと、画,像画像が保存されたので、これをまあ開,開くと、あのこれはなんか多分主成分プロットかなんかのプロットが出てくるみたいなであそういうのがあの出てきできるようになってます。で、これが現状、 どんな感じになるかっていうとですね、これが左側がホルダー。今いるディレク、あの作業ディレクトリで右側がターミナル画面ですね。ちょっと画質が悪くて申し訳ないんですけども。これも1倍速です。で、これは GTP4 の O っていうモデルを使ってまして、で、これ実行すると、 まずちょっとあの、認証に時間かかるんですけど、認証されて、今認証が OK になって、カーソルが出てきたんで、そこにプロンプトを1個目打ち込みます。で、R パッケージの開発化したいみたいな、あの、打つと、こういう感じで、具体的に何がしたいんですかって聞かれるので、で、アイディアを教えてくださいって言ったら、なんかいくつかアイディアを教えてくれて、 で、えー、とこの中から、なんかその好きなやつを、なんかタイトルだけ、なんかこれだったら一番簡単そうなやつですね。データ処理のパッケージっていうところをコピーして、で、で、後ろはちょっと R パッ、この R パッケージを作りたいので、要件定義してパッケージ作ってくださいって言ったら、わーと書いてくれて、こういうような感じで、ステップでやりますよ。 で、これ早送りしなくて1倍速でこれなんですよね。さっきのやつが、あ、さっきの1倍速だったんですけど、これこっちも1倍速でこれぐらいでできて、こういう形でコードがかけて、で、左側見ていただいたら、一応こう R の結局関数つく、使って出力しているだけなんですけども、えっ、ー、と、ホルダーを作ってくれて、中にディスクリプションとかのファイルを作ってくれてます。で、えっ、ー、と、 まあ、まあ、だいぶ良くなったんですけども、あの、これ止まります、時々。ですので、止まったら、あなんで止まったか考えて、違うことやってねっていうのを打つと、また走り出します。で、で、あ今ファイルできます。で、今なんか、R の関数1個作ってくれて、今ちょっとミスったんですけども、 でえー、とインストールとかもこっちやってくれてて関連するパッケージ群はこういう形で、えー、とインストールしてくれます。そうですね。 ちょっと長いんで、この辺り飛ばしますけど。こういう形であのまあ関数書いてくれてるんですけど、ファイルはできてないので,で、他の関数も作成してとかって打つと。 で、なんか関数を書いてくれて、で、ファイルとして追加します。で、ここら辺、エコーとか書いてますけど、たぶ結局、まあ、ターミナルで作って、これをテキストに追加するみたいなことをやってて、で、ファイルがあの作られていきます。 ここら辺ですね。ここら辺に今出力されたのが出てます。でテストも作ってくれてテストを開くと一応テストも作ってくれてるみたいなんですねこれ。 そろあれかなこれで一応中開くと、ちゃんとあのファイルもなんとなく,なんとなく動くのが、そんなに長文では書かれてはないですけども、例も例なんであれですけど、一応ファイル各 R ファイルには、R オキシデンの箇所とまあ関数の定義のところが書かれてるみたいなんですね。ちゃんとまあテストのところもなんとなくテストが書かれてるんですね。 で、えっ、ー、と、ま、怖くて、これは、あの、ビルドしてないんですけど、こういうとこまで <laughs>、あの、できるという感じです <laughs>。はい。あの、ビルドすると意味がなくなるんで、ここまで <laughs>、はい。はい。で、えっ、ー、と、使った、えっ、ー、と、プロンプトとしては、実際、あの、多分、見ていただいた通り、ほとんどプロンプト打ってなくて、 えとこの上の3つですね、3つで大体あれ走り出してで、エラーで止まったところで、えー、とこれ、止まった原因考えて、えーと、解決策を講じてやり直してくださいみたいなのをやると、まあ、別ルートで走らせてくれると。で、まあ、現状こう絶対止まるんで、絶対一人では行えないんですけども、あのまあ解決策も考えてくれるので、まあまあ動くのかなと。 で、えっと、あとはもう少しできたコードはもうちょっとよ、もう一回読み込んで精査しないといけないので、多分これだけで終わりじゃないんですけども、まあなんとなく、まあすごい簡単なパッケージであれば、あの、これでできるのかなというところです。じゃあまとめということで、一応まあ今回はですね、えっと LMM のアップデートと、まあ AI エージェントでどこまでできそうかというお話を。